予告編より戦艦マウンティ号の反乱は1935年のアメリカ映画日本初公開時の放題は南海征服 MGM 制作第8回アカデミー賞作品賞を受賞した1938年に日本でも公開されたが当時の軍国主義の風潮から反乱という言葉は題名に使えず検閲が大幅にカットして 南海征服と解明して、やっと公開できたという、いわくつきの作品である。戦艦バウンティ号の反乱は18世紀末近く、タヒチ島からジャマイカ島に向かって、南海を航行中のイギリス軍艦バウンティ号のプライ、艦長に、船員たちが反乱を起こした事件をもとに、チャールズ・ノードホフとジェームズ・ノーマンホールが書いた、ベストセラー小説の映画化である。 海洋ものをしばしば取り上げてきたフランク・ロイドの監督、ブライ館長役のチャールズ・ロートンと公開し、クリスチャン役のクラーク・ゲーブルの顔合わせと両者の共演となった。この反乱を題材にした映画はこの後2度制作されたが、1984年版は本作とは異なる原作の映画化である。1787年、いきなり酒場にクリスチャンらの強制長母隊がやってきて、 新婚のスミスも含めて2年間の公開を命ずる。戦艦マウンティ号では反乱は重罪だとして、すでに死んでいる人間に24回の鞭打ちが行われる。天板でも最後のものは鞭打ちとなる。多七島へ向けて英国を出港。ジャマイカへ運ぶ奴隷用食料のパンの木の苗木千本を入手することがその目的であった。霊国無慈悲でサディスティックな性格の船長。 ウィリアム・ブライは、スケジュールを詰めようと乗務員を酷使し、ちょっとした罪でも、相手が、強制帳簿であっても拷問させたり、死刑同様の刑に処す。さらにチーズも出航前に横取りしていた。若い海軍士官候補生、バイアムはプライに失望して、船員たちに人望がある一等航海士クリスチャンに、接近してゆく。部下たちの心情を知ったブライは、ことあるごとに、クリスチャンに対して、 定位時の悪い行動をとった。食料品のリストに署名を頼まれるが、支給されてないとクリスチャンは拒否する。資材だとされるが、裁判を要求。幸い、タヒチに到着。バウンティ号は数ヶ月にわたってタヒチ島に滞在した。ブライはクック船長と来たことがあり、主張と知人であった。クリスチャンは許されなかった上陸が、主張のおかげで許可が出る。 すぐに戻されるが、クリスチャンもそれぞれ土地の娘と結ばれ、真珠をもらう。ブライは、パンの器用に、船員の水を減らす。その間に、タヒチ島の娘の魅力に惑わされた一部の乗組員がブライへの反発も手伝って、逃亡を企てるという事件が起こる。荷物を積み終えて、船がタヒチ島を出た時、ブライは逃亡しようとした男たちを厳罰に処した。クリスチャンに、 ココナッツ盗難の罪をなすりつけようとして、真珠は国王のものと取り上げる。クリスチャンをリーダーとした乗組員は、トンガ諸島の沖で反乱を起こし、ブライとその一味を海に流してしまう。タヒチに戻った彼らは、束の間の幸福を味わう。だが、ブライは九死に一生を得て向かっていたティモールに到着。残忍な報復が始まる。英国船、パンドラゴがやってくる。 主張党の傭兵として、島に泊まる男もいるし、反乱者じゃないとパンドラ号に向かった男もいた。パンドラ号も遭難し、ブライたちは小舟で脱出。英国に戻って裁判が始まる。バイアムも公式刑を言い渡され、ブライの虐待を暴露する。無罪にしたものの、裁判官もブライを信用していない。クリスチャンをリーダーとする女たちも含めた一行は、 新たなユートピアを目指して、タヒチから2000キロ離れた無人島ピトケアンに着くと見つからないようにと船を燃やす。バイアムは釈放され、地中海航路の船に乗る。ありがとうございます。